東風は中華人民共和国によって運用される一連の中距離大陸間弾道ミサイルである。東風の文字は短縮されて DF と表記され、そのため東風9号は DF-9 と表記される。米領グアムを射程範囲内としているためグアムキラーと呼ばれている。1950年のソビエト連邦との友好関係樹立後ソ連は、 中国の軍事研究開発を指導し、技術文書、生産設備及び、ソ連製兵器のライセンス生産により支援した。弾道ミサイルの分野においてソ連は R-1、R-2 と R-11F を中国に移転した。中国最初の弾道ミサイルは、ロシアの設計を原型とした。以来、中国は、多くの弾道ミサイルとロケット技術を開発した。 人工衛星の打ち上げに使用される調整ロケットは、東風ミサイルを源流とする。東風1最初の東風ミサイルである東風1号は、ソ連の R-2 ミサイルのライセンス許諾を受けた、複製である。東風1号は1機の RD-101、ロケットエンジンを備え、燃料として、エチルアルコールを使用し、液体酸素を酸化剤とする。 ミサイルの最大射程距離は 550km で、積載量は 500kg である。1960年代に限られた数の東風1号が生産され、すでに引退した。北京軍事博物館に展示される東風2東風2号は、射程距離 1250km で15から2 0トンの核弾頭を備えた、中国の最初の中距離弾道ミサイルである。 西側諸国では、地対地ミサイルとして、CSS-1 として識別される。西側の観測者には、東風2号はその外見、射程距離、エンジン、積載量により、長年、ソ連の R-5 ポベガの複製であるとみなされた。現在では、R-5 に関する文献が1950年代末に、ソ連から中国に運ばれたことが知られる。しかし、 複数の西側の著者たちは今なお、中国の専門家である、林総と守るつば、妊娠民、絹記録、斜光線、両司令、竜舌大樹、竜元らによる設計に属するとみます。最初の東風2号は1962年の打ち上げに失敗して、東風2号 A に改良された。東風2号 A は1966年に、 実施された中国最初のロックノールでの核弾道ミサイル試験で使用され、1960年代末から運用された。すべての東風2号は1980年代から引退した。東風3号はしばしば中国にとって最初の国産中距離弾道ミサイルであると考えられる。一般的な ICBM の設計はソ連の R-14 チャッソヤの影響を大きく、 受けており、第1弾目は、イザイフオークビ -2 によって開発された、2.1100、2.1150ラマイナス350、ブースターエンジンの複製そのものだった。誘導装置の開発は、戸守唾と、孫や胸の両名によるもので、ミサイルの量産は、同様に、首都機械工場としても知られる、第211工場が担当した。 射程距離 2500km の東風3号は、元は重量 2000kg の核弾頭を輸送するように設計された。より改良された射程距離 3000km の東風3号 A は1981年に開発され、高性能作薬通常弾頭を備えてサウジアラビアに輸出され、2014年のサウジアラビアの軍事パレードで公開された。 それらの射程距離は 2810km でグアムまでは不足するが2012年のアメリカ国防総省の中国の軍事力に関する報告では射程距離は 3300km でグアムを十分に射程圏内に収めるとされる2013年の国防総省の報告において中国の軍事力の懸念で東風3号は 射程距離 3300km でグアムは、東風3号の射程内に収まるとされる。すべての東風3号、東風3号 A は2010年代半ばに引退して、東風21号に置き換えられる予定である。東風4号チン竜は、射程距離5550から 7000km で、積載量 2200kg の中国発の二段式、弾道ミサイルである。 1960年代末にモスクワ・トグアムへの打撃能力を目的として開発された。東風4号ミサイルは同様に中国発の人工衛星打ち上げ機である調整1号の原型になった。およそ20機の東風4号が現役で2010年から2015年に東風31号によって置き換えられる予定である。東風5倍と東風5号は3メガトンの核弾頭を 最大 12000km まで運搬するように設計された大陸間弾道ミサイルである。東風5号はサイロに格納された二段式ミサイルで、ロケットは人工衛星ダーゲンに使用される風、防1号の原型になった。ミサイルは1960年代に開発されたが1981年まで運用されなかった。 改良型の東風5号 A は1990年代に生産され、射程距離はである。現在は、推定24から36機の東風5号 A が、中国の最一線の ICBM 戦力として運用中である。ADF-11 電話、M-11 としても知られる東風11号は、車両輸送可能な短距離弾道ミサイルは、 三重ミ,ミサイル会社のワンジャンハワによって1970年代末に設計された。それまでの中国の弾道ミサイルとは異なり、東風11号は固体燃料を使用するので大幅に打ち上げ、準備時間を短縮する。東風5号のような液体燃料ミサイルでは、打ち上げ準備に最大2時間必要である。東風11号の射程距離は3 0 0トルで、 積載量は8 0 0ラムである。改良された派生型の東風11号 A では、射程距離は8 2 5トル未満である。M-11 の射程距離は、ミサイル技術管理レジームの規定に抵触しない。東風11号の配備数は500から600機で、あると推定される。東風12号は以前は、M、M-20 として知られた、SRBM である。 識別符号の変更は中国人民解放軍第二砲兵部隊の要求で戦術核弾頭を装備できるように転換されたからである。ロシアの QK-720 イスカンジェールミサイルに告示しているもののロシアやソ連から購入したものではない。QK-720 のように東風12号はミサイル防衛システムから生き残れるように最終軌道を含む疑問装置を備える。 報告された、射程距離は 280km で、完成誘導装置と、北斗広報衛星で精密に誘導される。東風12号は、重量880ポンドの弾頭を、クラスター爆弾、焼夷弾、貫入弾、高爆発性作薬改良型弾頭を運搬、可能である。東風15バイト M-9 としても知られる東風15号は、以前は、 第5航空宇宙研究所として知られた、キャスック高天動力技術研究員によって開発された。ミサイルは射程距離 600km で、ペイロード 500kg の単弾式の固体燃料、SRBM である。1995から1996、台湾海峡危機で中国人民解放軍は6機の東風15号を、ミサイルの能力を実演するために、 演習として発射した。東風15号は輸出されるが、射程距離がミサイル技術管理レジーム協定に抵触するので、現在は東風15号は輸出されない。約300から350機の東風15号が、現在中国人民解放軍第二砲兵部隊で運用中であるとみられる。北京軍事博物館に展示される東風16、東風16号は、 東風15号よりも新しく射程距離が長い。2011年3月16日、台湾は公式に台湾は中国がミサイルを配備し始めたことを信じると発表した。東風16号は民 -104 パトリオット PAC-3 のような弾道弾迎撃ミサイルシステムによる迎撃がより困難なので台湾への脅威が増した。 射程距離が拡大されたことで効果前に、ミサイルの上昇高度を上げなければならないので、再突入時二重力により PAC-3 で効果的に迎撃できる速度よりも高速に加速される。2018年12月、香港名砲は、同年11月1日に、主戦衛星発射センターから打ち上げた試験ロケットが、東風17号であると報じ。 翌2019年10月1日に、中華人民共和国建国70周年記念の軍事パレードで量産された、東風17号が公開され、世界で最初に配備された極超音速、滑空兵器とされた。東風 -21A 東風21号は1970年代末に、第二航空宇宙研究院で開発された二段式固体燃料、中距離弾道ミサイルである。 このミサイルは1個の500キロトン核弾頭を最大射程2500キロメートルまで運搬可能である。東風21号は同様に潜水艦発射弾道ミサイルである JL-1 の原型でもあり、シア -9SSBN で使用される。1996年改良型の東風21号 A が導入された。 2010年時点で60から80機の東風21号、東風21号 A が運用中である。配備数は、以降、増えている、可能性がある。2007年に、アメリカ合衆国が、DF-3 より、近代的な DF-21 のサウジアラビアへの配備を、CIA を通じ仲介したとする報道がなされた。可動式の東風25号は、 射程距離が 3200km の固体燃料2段式ミサイルである。開発は1996年にすでに中止された。アメリカ合衆国国防総省は2013年の議会向けの報告書で中国の軍事開発は運用中のミサイルとして東風25号は触れていない。東風26号 C は東風26号の改良型で射程が アメリカ合衆国のグアム基地を十分に射程内に収めることのできる2200ミリである。少数の詳細が知られるが、固体燃料道路輸送式で地下の防空壕に保管され、短時間で発射できるので反撃が困難であると信じられる。搭載可能な弾頭は、通常弾頭、核弾頭や他の起動可能な体幹と極超音速弾頭である。 北京軍事博物館に展示される東風31。東風31号は第四航空研究所で開発された中国の最新の道路輸送式固体燃料 ICBM である。東風31号の射程距離は 8000km 以上で1個の1 0 0 0トン、または最大3個の20から1 5 0トンマーブ弾頭を輸送可能である。 強化型の東風31号 A では射程距離が1万 1000km 以上である。東風31号は中国の多くの旧型ミサイルを置き換えるために開発され、新型の JL-2SLBM と同様に運用される。2009年に約30機の東風31号、東風31号 A が運用中であると推定され、この数はそれ以降増えている。 可能性がある。2009年の中華人民共和国建国60周年の北京の軍事パレードで12機が展示された。西側の分析家たちは、射程12000から1万4 0 0 0トルで、弾頭は単体か3機、または6機か10機のマーブ弾頭を備えた、東風41号として知られる、次世代の大陸間弾道ミサイルを開発中の可能性があると見ている。 ありがとうございます。